ひなさん、ともえちゃん、手伝ってくれてありがとう。これなら本番までに準備できそう。アクセの準備はできたから、あとは私たちの準備だね。お疲れ様、プロデューサーさん。ついに本番だね。正直言って自信はあんまり。レッスン期間は足を引っ張っちゃったから。みんなすごいよね。歌が上手だったり、ダンスが上手だったり、個性があって、私は得意なことがなくって、だから自信もなかったんだ。一人でやってたら、プロデューサーさんと二人きりだったら、もしかしたら諦めたり強がったり頼ったりしてたかも。だけど今回は5人でステージに立つことが大事だから、仲間と頑張ったんだ。みんなのためにできることを探して、お揃いのアクセサリーを作ったりしたの。もちろん毎日のレッスンも精一杯やったよ。自信はまだないけど、でも期待はしてほしいの。だってここに立つために、歌うために、レッスンしてきたんだもん。